反応はあった？サーズで。残念ながら、キャプテン・ゴートンに該当する生命反応はまだ見つかりません。そう。一刻も早くゴードンを見つけないと。魔界にはとてつもなく恐ろしく凶暴で残忍なクリーチャーがうじゃうじゃいるって総司令部から聞いてるわ。こんなところで迷子になったら、まあきっと無数の触手で体中をまさぐられて体液を吸い取られるのよ。もしくは丸ごと飲み込まれてゆっくり生きながら胃液で溶かされていくのよ。あるいはジェニファー、妄想はストップしてください。静かに、サーズで。おかしいな。この辺りから女の声が聞こえたのだが。ジーザス！どうしてこんなところに人間の子供が？人間か。しかもこいつは。わかったわ。あなたたち、魔王にさらわれたのね。オーマイガー！悪魔は子供相手でも容赦しないと聞いたわ。腕は食いちぎられなかった？脳みそはすすられなかった？お尻に受信機は埋め込まれなかった？この女、悪魔を何だと思ってんだ？けど心配しないで、お姉さんが助けてあげるわ。やめろ、近づくな。え？そのムチムチした体を俺様に近づけるなと言っておるのだ。おう、わかったわ。あなた思春期なのね。でも大丈夫よ、かわいいボーイ。それは誰でも経験することなの。オッケー、お姉さんが教えてあげるわ。女の子は大人になっていく過程で胸が豊かになって、男の子は、おいおい、今度はいきなり性教育始めたよ。何なんだこの女は。お話し中申し訳ありませんが、私たち人間の子供じゃないんです。ん？どういうこと？私が天使見習いのフロンで、この人は悪魔のエトナさんで、あなたが可愛いボーイと言ったこの人が魔王のラハールさんです。アンビリーバボー、こんな可愛いボーイが魔王だなんて信じられないわ。総司令部から聞いてた話と全然違うじゃない。どうなってるのサーズで。地球侵略を企んでいるという情報も嘘なの？はるばる地球から魔王を退治しに来たのに信じられない。きっと何かの間違いよ。おい待て、お前が魔王を退治しに来ただと？いいえ、私じゃないわ。魔王を倒すのは地球勇者キャプテン・ゴードンの役目よ。私は助手のジェニファーで、彼は万能型無敵ロボットサーズで。ピロピロピロ、よろしくです。勇者だと？うん、地球勇者キャプテン・ゴードンよ。地球の平和を脅かす悪を退治するのが彼の崇高なる使命なの。でもここに着いた時にスペースシップが墜落してはぐれてしまったのよ。
へっへっへっへ。面白い。そのキャプテンゴードンとやらにぜひとも会ってやらねば。どうしてです？勇者と戦うのは魔王の使命だからだ。おお、なんかちょっとだけかっこいいです。女、ついてこい。その勇者、俺様が一緒に探してやる。本当？ただし、そのムチムチした体を俺様の半径1メートル以内に近づけるな。テレヤさんなのね。わかったわ。行きましょう、ゴードンを探しに。Bye.
それ。それ。